小宮山真司は神奈川県厚木市出身の元プロ野球選手。横浜隼人高校時代には全国大会と無縁であったが、補給から二塁までの早球タイムが1.9秒を切るほどの強権を NPB 球団のスカウトが注目。2003年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから五巡目で指名されると契約金3000万円。 年俸440万円という条件で入団した。横浜隼人高校の出身者から初めて誕生したプロ野球選手で、入団当初の背番号は60。入団1年目の2004年から2006年まではに、軍生活に終始したが、2006年にはフレッシュオールスターゲームに出場した。2007年には、シーズン終盤の10月2日に、入団後初めて1軍へ昇格。 チームがクライマックスシリーズへの出場を決めた翌日の昇格で翌3日の対東京ヤクルトスワローズ戦では代打として一軍公式戦へのデビューを果たしたがこの打席で空振り三振を喫しただけでシーズンを終えたこの三振は西武王のタイトルがかかっている藤川球児に西武の機会を与えるために点を取らないよう岡田監督が出した指示によるものである 2008年には、ウエスタンリーグ公式戦22試合に出場。1試合だけ一塁一種に起用されたほか、入団以来の課題であった打撃面でも、プロ入り後初めて打率が2割を超えた。1軍の公式戦では、8月3日の対、横浜ベースターズ戦で途中から保守に起用されると、9回表の打席で敵地打を放ったことによって、初安打、初打点を記録した。 2009年には、ウエスタンリーグ公式戦59試合に出場。打率216、保守としての守備率988を記録したが、一軍公式戦への出場機会がなかった。2010年は5月に一軍へ昇格すると、一軍公式戦10試合に出場。打率250に打点を記録した。1990年代の終盤から一軍の、 正捕手を務めた矢野洋大がこの年限りで現役を引退したことを機に矢野から背番号39を継承した。2011年には矢野に代わって前年から正捕手に起用されていた城島健治が故障で戦線を離れたことから6月18日にシーズン初の出場選手登録。これを機に 藤井明人に次ぐ2番手星として1軍に定着した。1軍公式戦には38試合に出場。シーズン終盤には藤井に代わってスタメンマスクを任される試合も相次いだ。シーズン終了後の11月24日に一般女性との結婚を発表。2012年には藤井との併用を前提にプロ入り後初めてレギュラーシーズンを1軍でスタート。 4月10日の対広島戦では、先発出場の藤井が2回表の打席で顔面支給を受け病院へ直行したため、その裏の守備から急遽出場した。以降は5月4日に藤井が一軍に復帰するまで大半の試合でスタメンマスクを任されていた。同月7日に一旦出場選手登録を抹消されたが、藤井が右足の大体部を故障したことから、6月6日に 再登録。その直後に、北海道日本ハムファイターズから今成り太が、移籍してからは、今成りと併用された。一軍公式戦には、キャリアハイの72試合に出場。通算の投塁阻止率は、500で、セパ両リーグの最終守備規定試合数を満たした、保守では、最も高く、9月26日の対ヤクルト戦では、 赤川勝則から一軍公式戦初本塁打を放った。2013年には、オリックス・バファローズの正捕手だった、日高剛の加入や、清水誉れの台頭などを背景に、一軍公式戦での出場試合数が14試合に減少。2014年には、横浜 DNA ベイスターズから、鶴岡一世が移籍したことや、新人の梅野龍太郎が一軍に定着したことで、 一軍公式戦への出場機会がなかった。2015年には一軍公式戦10試合に出場。2016年には岡崎大一梅野、原口文人などの保守人が活躍した煽りを受ける格好で一軍公式戦への出場が1試合にとどまった。シーズン終了後から背番号を59に変更。 梅野が一軍の正捕手に定着した2017年以降は、一軍公式戦への出場機会がなく、2019年には、シーズン中の8月28日に、腰椎から椎間板を摘出する手術を受けた。手術後は、リハビリに専念していたが、現役を続けるには、熱量が足りなかったとのことで、2019年10月2日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に引退を、 決断した。2019年12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、2020年シーズンからは阪神のブルペン保守に転身する。ありがとうございます。